ば定型文ずっとこのまんまじゃん。変えてみようかな。たまには変えようかな。こんばんは、やほやほ。ねえ、さっきさ、私さ、ゆきさんのルームに行ってさ、アバター投げ、あのさ、キラキラ星投げたんだけどさ、その後また充電が切れてさ、さて一体できてたのでしょうか。ヒロピーさん、ミキちゃん、おやっきーさん、リノロフィーさん、ヤッホーみんな、ソニチ、タンちゃん、 DJ さん、あやかちゃん、タンちゃん、マサさん、かわいい、ありがとう。美人モード、今日美人モード受けいける。人生方向音痴さん、タンちゃん、あやかちゃん、馬ひとずいさん、今日も可愛くて幸ですそんな言葉があるのか、嬉しい。福ちゃんち、ハンニバルさん、マサさん、鈴木秀和さん、ダメだよ、あやとくん、コウトキさん、クボズンさん、ゆうや、ハンニバルさん、クボズンさん、マイコル、今日も可愛いです、嬉しいです。マイコル、ドラキングサム、ミツルン、可愛い、ありがとう。福ちゃんち、ケンタッキーさん、私本当に充電常にないよね。速攻元気、速攻元気しなきゃ。速攻元気応援隊、マサさん、クボズンさん、お役目ありがとうございます。クボズンさん、マサさん、今日の服めちゃくちゃ素敵、よかった。響きちゃん、ありがとう。乗り換えの時間で博多満喫してたの、笑った、ウケる。いや、ラーメンはさすがに食べんかったよ。さすがにそれはもう申し訳ないし、時間も限られてるからラーメンはいかんかったけど、博多のお土産はお気に入りのおやつは買って食べました。アムトンさん、白雨さん、タカテンガールさん、そっこう元気しよう、なんで知ってるの。あ、そっか、この前も言ったもんね、そっこう元気しよう。香港さん、福ちゃんち、のぶろうさん、サムかわいい、ありがとう。香港さん、タカテンガールさん、ネギショウ牛タンさん、うん、うどんも食べんかったね、かしわ飯も食べなかった。そう、私ドラキングマジ大好きだったの、大好きなの今も、だからドラキングだけは食べれてよかった。にゃんさん、ありがとう。土砂降りの雨の中大変だったね。そうなんよね、マジでみんな偉かった、それいいね、確かにラーメン食べたら走れんもんね。こんばんは、うんこそばー、こんばんわんこ、ルチくん、渡辺さん、ありがとう。こんばんわんこ、にゃほー、渡辺さん、ありがとう。糸島のあまおう、そう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 、でも今の時期はなんかあまおうじゃなくいちごジャムだった。ドラキングラブ、アマビも好き。岩尾さん900回もありがとう。タリマツさん、ありがとう。やーぼー、ふにゃふにゃ、みんな聞いてほしい。画像制作をさ、これから無課金の女が画像制作を頑張っていくんだけどさ、クルーズ到着どうでした。ドラキング頑張って行ってみるんかい。トトラー、ありがとう。テイカーさん、ありがとう。糸島で食べて、そうなんや、いいな、美味しいよね本当に。あれ、画像制作を無課金だけど頑張りたいんだよね。ねえ、ピックスアート、みんな、ちょっと待って、みんなさ、お話し会とかのさ画像ってさ何で作ってくれてるの？みんななんかしてくれる時って、待って、ピックスアート無課金ですか？マジ無課金で、とにかく無課金で頑張りたい。ヤッホー、テイカーさん、ありがとう。バリーさん、コウタクモちゃん、ありがとう。もう寒そうよ。ムービングさん、バラ、ありがとう。コウイチさんも、ありがとう。ラインカメラ、ラインカメラか、
ショールームの宣伝画像それで作った。高一さん、よっきみるさん、ありがとう。マジで天才じゃん。ちょっとなんか見てみよう。山ちゃん、タコありがとう。マジ絶対寒いやろ。絶対寒いやろ。山ちゃんありがとう。バラ枯れるじゃろ。ムービングさん、キョウさん、バラありがとう。こんなんもうバラの気持ちになってみ。でも凍ったバラは綺麗ね。今ね見ていますから、しっかりと。福ちゃん絶対寒いやろ。タコ頑張ってみようかな。本当に作り方わかんない。背景透過とかさ、キャンバというアプリ言うの。マジで。え、背景透過はさ、もう別のさ、なんか背景透過しようとしたらさ、課金しろって出るんよ。やばくない？どうしたらええんそれ。その場合はどうしたらいい。ソラナルさん、キューさん、かわいい、ありがとう。綺麗なバラにはトゲがあるのさ。何、どのアニメか当てたい。なんだっけ。キューさん、ユナちゃん、ハムトンさん、キューさん、リコチコンコ、リサーチャーさん、みんなさ、それかわいいよ。 iPhone の基本機能で、あ、無課金でいいのある。あ、そうなの。背景とか、え、てかそっか、あるよね、なんかペーストみたいな。確かに。ちょっとそれでもやってみようかな。長押しのやつだよね。コピー、でペーストみたいな。すごっ、言うの。おっとっとさん、かわいい、ありがとう。ゆうゆうゆうさん、バラ。かつりんさん、おっとっとさん、たんちゃん、こんこ、ありがとう。え、じゃあ他の、まあちょっと他のアプリ使ってみようかな。いろいろ試してみる。背景透過、あ、これかな。絶対課金させないよみたいなやつがいい。絶対課金させないよ。まこやんさん、ありがとう。じゃあ頑張ってみる。ピックスアート、ピックスアート、まずどこから選んの。みんなピックスアートの使い方教えて。いろいろ試す。そう、私が頑張って作ったやつボツになっちゃったから。ピックスアートアカウント作りなさいとか出てくるのよ。スキップスキップ、作れないよアカウントなんて。どうしたらいいの。スキップできないよ。アカウント作らないとダメ。スキップがないよ。さっきまであったのに。佐藤のんすけファイト、ありがとう。確かに。え、お話し会ありがとね。くにちゃんもありがとう。まあ、LINE とかでコネクトしなさいみたいな感じに出たから。
払いなさいって。お、スキップできました。もうなあ、お金めっちゃ払わせたいやん。コロネさん、シーメンさん、ミサキちゃん、クニちゃん、フクちゃん、じゃあありがとう。めっちゃ お金払わすやん。なんじゃこれ。はい、ステージキャメラ。へえ、そんなのもある。課金は意見受ける。それいいね。アキハくんありがとう。いくらかかるの？1000円以内だけど、月に。高くない。神戸楽しみだね、写真集のイベント。じゃあ、なんかかわいい、なんか チェリーさん結婚してありがとう。やばい、もうなんかあれしてる。なんかちょっと今回は名刺みたいなのを作りたいんだよね。これお金かかったりしないんですか？ジェリーさん、ダメだよ。え、お誕生日？お誕生日ですか？広告消し方。お誕生日じゃないと投げちゃダメ。お誕生日だったらごめん。あーさん、せいくん、ありがとう。いやー、確かにお仕事ということでそれもいいけど、なんかいいのないかな。背景として使えそうなの。マニュチありがとう。基本的な機能は課金せずに使えるから。え、分かった、頑張る。エリーチカちゃんありがとう。今日美人、嬉しい。美人に慣れてる？なんか水色と黄色の可愛い背景があったらそれ使いたい。アバター着替えて似合う。マシャさん、俊介先生、フさん、ありがとう。ケイタさん、てか今日かき氷の日、最高だよね。あ、これとかいいじゃないの。花火、名刺を作りたい。まあ3分の4とかかしら、名刺のサイズだったら。3対2か。ケイタさん、ジェリーさん、ありがとう。
確かに。最後の花火に今年も、なんかちょっとそれっぽいことしてた。これしてしまうな、ないかな、ないよな、きっとね、いないよな。これにしよう。よく課金して新企画よ。ねえ、天才。しかもさ、多分それ本当に大事なことだよね。新企画こそよく課金してって。ああ面白。ポンコツさんありがとう。90×55mm？ 9:5.5 ってこと？3:2にしたけど、4:わかんないけど、3:2にしちゃった。ほんと天才。閉じて浮かべているよ。今からここに英語ないよね、これが。もう超見づらい。確かに。さあ、カズさんありがとう、とお疲れありがとう、福ちゃんチラストワンさんありがとう。夏場の節約策って何？ラストワンさんありがとう。最後の花火に今年もなったな、何年でも思い出してしまうな、ないかな、ないよね、きっとね、これや、いないよな、あったら。これめっちゃエモい名刺になりそう。カラスさん、ズーデスさん、カナイマンさん、ハート、ミツルン音符、渡辺さん、レインボーさん、スーデスさん、コータバラ、ラストワンさん、コータバラありがとう、渡辺さん、かつり、レインボースターありがとう。絶対コータバラって冷たい。今めっちゃいい感じ。これからは背景透過したの写真を使います。すごい天才。さくりんちひでさん、いけさまありがとう、なおさん、凍ったバラありがとう、もやっきーさん、凍った子ありがとう。絶対さ、凍った子はさ美味しいんかな。
本当のこと考えちゃう。いいよいいよ。あ、なんかもうちょっと笑顔の写真が似合いそうよ。ちゃんと考えてる。難しい。池様、ふかちゃんち凍ったかも。ありがとう。絶対寒いよ、クマは。うわー、どうしよう。広告、さすが。今無課金で頑張ってるからね、みんなへ。みんなにこれ、明日提出なの。明日のなるはやで。しらすさん、もっつさん、プラズマさん、高い市さん、ありがとう。若者のすべてしか勝たんやろ。最後の花火に今年もなったよ。エモ。寂しくない？最後の花火。みんなも花火いっぱい見てね。今年の花火行く予定とかありますか皆さん。そう、明日までにしたいのよ。し、みんなに聞きながらの方が、ちょっとみんなはいろんなところの有識者さんだからそう、みんなに聞きながらがいいかなって思ってます。制服のいい写真がない。クジラトさん、ありがとう。なんか私、制服でいい写真ないかしら。なんか私、制服でしっかりいい写真撮ってたりしない？これぞアーシャの時の写真とかさ、マジなんかふざけてる。とかは全然、どの写真でもいい。クジラトさん、ありがとう。カラコンウインク、カラコンウインク好きですか。リリーベの時はだって前髪が長かったからなんか分けてるし、私割とパッツンが初期。なさそうね。なさそう。なさげだわ。やっぱアーシャから行こう。アーシャの時に撮影した。
あ、いいじゃないの。みさきちゃん、凍ったバラありがとう。パウくんも凍ったバラありがとう。私もさ、風を待つ好きだよ。嬉しい。エリーチカちゃんありがとう。凍ったバラ、愛の重さも好きと言ってもらえるのも嬉しいし、そうです。あ、ありがとう。好きな写真ある？私の？としちゃん、ありがとう。これでいいじゃないの。今くしゃみしたらもうみんなが一斉に、としちゃんありがとう、サムトもトイかわいいありがとう、ナイトのしんじもかわいいありがとう、福ちゃんちもかわいいありがとう、さくりんちハートありがとう、佐藤のんちもハートありがとう。恥ずかしい。送って、何笑ってるん。くしゃみ佐藤のだけど、あ、読んじゃった、ごめんなさい。あざとい、あつぶちゃんでやろうよ。うん、面白い。くしゃみ好きなん、くしゃみなんで好きなん。粘土のね。マミーとおしゃべり、マミーいます。じゃあちょっと頑張って加工していくわ。STU48 のロゴ、これいいじゃん。これウィキペディアの写真と、なんかさ、ワンチャン白背景でもいい気がしてきた。花火のやつにこだわったけど、くちゃんくちゃんなの、私くちゃんみたいな感じ。あざとくて何が悪いの、出てみたい。サイさん凍ったバラありがとう。サクリンチレインボーありがとう。ハートもありがとう。福ちゃんち凍ったバラありがとう。ソフさんありがとう。あわわ、みさきちゃん凍ったバラありがとう。 DJ さんありがとう。今日はさ、わりかしお利口さんグッドが多い気がする。あ、でも人魚さん、人魚ちゃん連番もしてるね。どっちも可愛い。名刺作りに励んでる私今。名刺を今ね、ちゃんと可愛い名刺で調べてね。工藤理子、
いいかも。いいかも。名刺欲しいにゃん、行けたらもらえたのかな。え、もらえるよ。あ、でも確かにね、そういう意味だよね。来れない人は来れないもんね。無理しなくてもいいからね。いいよ。ん？何かな。すごい。ママが送ってくれ、ママが今日テレビで見た画像の加工とかに使えるんじゃないっていうアプリを教えてくれた。でも広島来るの難しい人もいるよね。あのお仕事があったり。待って、名刺ってさ、どんなこと書くの？ほのたんさんってどんなアイドル名刺？アイドル、アイドルの名刺めっちゃ可愛い。なるほどね。あれか、あのツイッターのあれとか書くのか。 DJ さん、マリーさんはありがとう。あざとくて何が悪いの。ミャオさんハートありがとう。トゥリガーさん凍ったバラありがとう。日向坂さんお疲れありがとう。ね、遠い人もいるの。お疲れ様。名刺ってさ、あれなんだね。STU48 っても入れなきゃ。2期生も入れとく。だって2期生ってガチ特別だもんね。じゃない？名刺型缶バッジあったの？え、知らない。そんなのあった？ X とかリコチに来いと言われたら大概のオタク魂。さすが。 SNS のアカウントとか。なるほどね。 QR コードとか載せたい。どうやってする？ LINE の QR コードしか知らないんだけど。私ふっくらしたご飯さん、おいしそう。ハートありがとう。ダイヤモンド、私の笑顔。なおさん、まこくまさんありがとう。やっぱみんなと話しながらマイカー、いいね。 QR コード作らないとダメなのか。けんけん、ゆきまるさんありがとう。 LINE しかわかんないよね。インスタの QR コードならまだギリ。クルーズで初めましてしようね。嬉しい。てかゆきさんのアバターほんと可愛いんだけど。ラクウェルさん、オーブありがとう。今アイドルさんのね、うわ、なんかさ、アイドルマスターのさあれとか超可愛いんだけど。
夫はお利口さん免許証も作りたいんだよね。カラスさん、ラクウェルさん、キンキン、ユキマルス、ありがとう。確かに日本グミ協会名誉会員の肩書きも。カラスさん、ありがとう。愛かき氷かとか、ラクウェルさん、ありがとう。あー、QR コード名刺の裏か、むずいね。カラスさん、ありがとう。コートバラ、え、私の目覚め未読なの。リコチどんどん美人さんになってて怖い。くれ、嬉しい、美人になりたい。福ちゃんち、香港さん、バリーさん、テイカーさん、ヒロチさん、全日本かき氷愛好者協会会長されたと受ける。ヒロさん、ありがとう。どうしよう、今なんかこんなとこまで来た。でもさ、アイドルの名しかなくない。ねえママ見て、こんな感じに、ね、可愛さないよね。ママやったらどうする。かなりいい感じ。ほんと、そう、左下になんか入れたいんだよね。あ、ママからのアドバイス、名刺、今こんな、ママチェック、顔面かわいい、嬉しい。今日ここを巻いてみた。あ、なるほどね、スラッシュみたいな。あ、もうちょっと大きく。こんぐらい大きく、うん、こんな感じとか。写真が良くないかな。悪くない。ありがとう。あ、名前をもうちょっと寄せたらいいんか、こっち側に。
な感じ。なんかちょっと名前を寄せてみた。さっきの方がいい。下かな、どっち。下。りかこちゃん、みやんこ先生ありがとう。あ、メモ書きするスペースも必要な、名刺って。ヒロさんいいねありがとう。難しい。裏か作れんのよね。これぐらいがちょうど良さそう。ママプロデューサーだから。竹のっちさん、ロメさん、みさきちゃんありがとう。もっとなんかスタイリッシュにしたい。竹の内さん、たくまさん、小波衆さん。あ、裏に書けばいいのか。竹の内さん、小型ペンギンさん、ファイトありがとう。みきやくん、みさきちゃん、ロムさん。ヨーグルトも入れなきゃじゃん。難しい。どうしようかな。このさ、画像をもう一回変えたい。りかこちゃん、ひでさんありがとう。こ、名刺に変わりつけるの良きかな、そっち。今頑張っちゃうけど、デザインまださ元も子もないもん。今まだできてないもん。あ、え、すごい。はい、誰。あーね、はあ、ママが名刺を見せてくれた。リカちゃん、え、もう、え、ねえ、私さ、リカさんにささっきさ星投げたんよ。でもさ、その後すぐ充電が切れたんよ。え、しかもアバター貴重やん、嬉しいやけど。ミキヤくんありがとう。私も行こう。ちなみに私もらえたアバター。投げてみた。あ、来た来た。リコチ行ってみた。佐藤のんすけさん、まこくまさん、アバター、アバター欲しいって来た。まこくまさんありがとう。ヤッホー、リカさんヤッホー。
バラ返し。ハワイ帰国。ねえ、かわいい、マジこのさアバター、めっちゃセンスある。バリーさん、あーありがとう。ロッピーさん、マオありがとう。ミキヤくん、タコさんありがとう。絶対寒いよこのタコ。トモヤさん、佐藤のすけ、マコクマさんありがとう。サンパチさん、バラありがとう。リカさん、またね。バラ返した。さいならだって。冷たまたね。またねにゃん、ドライすぎ。またねにゃんって送った。アムトンさん、ハートありがとう。またねなんだって、ドライだわ。山丸さん、じゃあ三八さんありがとう。じゃあ私もちゃんと集中しなきゃ。いや、唇が、うん、トトラー可愛い、ありがとう。難しいよ。名刺に戻る、サイババ。響きちゃん、福ちゃんち、ありがとう。名刺よき、トトラー可愛い、ありがとう。ビーショッパウンさん、ありがとう。不在の時にメッセージ入れたり、いいじゃん、いいじゃん。にゃんこむずにゃん、むずいにゃん。これいいじゃないの。いいじゃないの、いいじゃないの。このさ、大きさも変えたい。
まあ、いいじゃない。なんか花火ダサーい。かんすけさん、さんぽちさん、ハリーかわいい、ありがとう。小型ペンギンさん、ミキヤくん、タコちゃん、ありがとう。カズさん、ファイト、ありがとう。なかなか難しい。縁日のために頑張ってるんだよ。ポリポリ、オパシー、オパシティ、ギャラクシー、ギャラクシーにしてみた背景。いや、ない方がかわいい。ミキヤくん、サンバディさん、ありがとう。夕方五時のチャイムが、今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて。インスタグラムで見る、このインスタの
X のアイコン貼りたいんだけどさ、背景が白くない、背景透過してみる。バリーさんありがとう。ね、ここが痒くなった、ほくろ。ここ福ちゃんち、バリーさんおーありがとう、ミキヤくんママありがとう、リュウちゃん福ちゃんち、もう癒しソング、マジ癒し。できた。バリーさん、ミキヤくん、リュウさん、成田の新地、カズさん、福ちゃんち、小型ペンギンさん、しらすさん、山ちゃんありがとう。もうデザイナーさん、うん、赤くなっちゃった。デザイナーさん来てほしい。え、こんなにでかくなんないで。これもう老眼泣かせ、老眼だったら読めないかも。うん、読める読める。じゃあ無理じゃじゃない系頑張ってね。これマジこれ渡すから、縁日連でみんなみんな用、みんなのためにみんなのやつだからね。まあでもみんなはもうすぐにフォローしてるし、ちょっとそれっぽくなってきたよ。見て、X とインスタのアカウント載せて、これもう普通に常日頃からでも使えるんじゃないってぐらい。いい感じいい感じ、顔描いちゃう、いい感じだよね。小型ペンギンさんいいね、ありがとう。目で見るんじゃない、感じるんだ。 Don't see feel。 トトラありがとう。外してみて、あ、目がね。じゃあめっちゃ近寄るわ。トトラありがとう。まあみんそう、そんなもんだよ、みんな大丈夫。トトラー、モカチカモさんありがとう、タラバガニさんありがとう。スポーツ&MC ユニットマイカー所属って書いとこう、なんか事務所みたい。
こいいじゃん。生年月日2002年3月29日山口県出身。鍋さんありがとう。ミキヤくん、タカチョさんありがとう。眉がつながってるの、心もつながってるし。ミキヤくん、タカチョさん、そんなんいいでしょ。鍋さんありがとう。こうたこ、高橋さん、みきやくん、山崎パンさん、福ちゃんちありがとう。目綺麗、嬉しい。なんか前もね、褒めてもらえてね、めっちゃ嬉しかったよね。メイクさんとかに瞳がすごく綺麗だねって。石さん可愛い、ありがとう。ダイランさん、みさきちゃんありがとう。すべて綺麗だけど、すべてが綺麗、嬉しいな。朝早くも、もちろんだよ、配信してる、任せて。ん、6位に湯浅さん来てた。え、もっと見てよ。美咲ちゃん、ダイランさん、石さん可愛い、ありがとう。みきやくん、青ありがとう。やろ、 QR コード欲しくなるよね。まあいっか。湯浅さん来てたの？初見とかに出てたかな？初見じゃなかったのかな？ドアップよき。湯浅さん、ヤッホーっつっといて、みんな。今更ですが、縁日レーンでみんなに配るもの。みんながまあ当たったら配る。もうほとんどあげる。はじめましてさんは絶対あげる。テレビで言ってた夕方ヤッホー、いいじゃんいいじゃん。5時の今、生年月日、出身地で所属、一瞬だけ6位に来てた。マジか、悔しい。今出身地まで入れてみた。
初めまして。よっきんみるんさん、ありがとう。やばいね、これこんなんだったらさ、もう全部終わるのいつになるんだと思う。確かにスペース的に、まあ、裏にまあ当たった人にはサインでも書こうかしら。いいね、書いてるあれがあればの話なんですけど、名刺で伝えたいこと。確かに、名刺で伝えたいことか。あ、ファースト写真集、これ配る、発売中。いいじゃん、はるるんさんありがとう。発売されてるもんね。ピカニャンありがとう。え、超いいじゃん。え、じゃああとは、あとは、うん、なんか言葉、インスタの QR、 確かに QR はあるよね。でもさ、ツイッターの QR ってどうやって出すの。まあいっか、別に。好きな食べ物、ピカニありがとう。今日実はネギトロ食べた。トリコーさんになってくださいみたいな吹き出し付きでつけたい。リコチに関する簡単な、お利口さん免許証はまた作るんよ。ここはあれで書こうかな、あの手書きみたいな。カズさんいいね、ありがとう。え、写真集予約してくれたの、超嬉しい。届いたら感想を聞かせて。なんか気になった、運命。
いいやない、やった、みきやくんハートありがとう。私のことを押して、なんかプリクラみたいで可愛い文字。元気、クジラトさん、フフさん、ナベさん、ハルルンさん、ゴミゴミかわいい、ありがとう。写真集の特典カードって合計何枚になったのかな、合計13枚とかじゃない。 STU48 の元気印です。印ってさ、この字だよね、合ってる。いっぱい笑顔にします。ゴミゴミさん、かわいい、ありがとう。ミキアクジラとさりがと、印良きだね。STU4 ってなんか元気印です。そっか、15か、ショールームも含めたら今15枚になってますね。そこまでゲットしてくれてる人いる。 STU4 ってとの元気印です。今日も可愛い、嬉しい。毎日が毎日腹、私を押して毎日、毎日に何気ない毎日をスリリングになんて言ったらいいんだろう、もうちょっとで完成しそうなの。手書きにしてるの。書道のペンはなさそうだけど、プリクラみたいな線はあるから、それで書いてる。
スリリング、意味深だよね。毎日あなたをもっと。カズさんいいね、ありがとう。フィキューさんありがとう。リコチの虜になってください。にしよう。いいのでは。いいのでは。ピースケさんありがとう。ともやさんありがとう。え、いいのでは。毎日配信が癒し、嬉しい。ショールーム毎日配信中とかも書いちゃおうかな。やばいよ、8月とかでやめてたらどうする。ショールーム毎日、いやーしてるでしょ、私じゃん、私のことですから。ピースケさん、トモヤさん、ピースケさんありがとう。フラグ立ててないからね、安心してね。みんな私の、みんなが私の配信を見てくれる限りは絶対私するからね。みんなが飽きちゃったとかなったらもうやめちゃう。え、めっちゃいいじゃんこのさ、ピースケさんありがとう。飽きない？このさ、このピックスアートめっちゃいいじゃん。
ややこしすぎる。めっちゃ猫背。いいじゃん、いい気がする。美咲ちゃんありがとう。福ちゃんち、ピースケさんありがとう。STU モバイルメールは アカウントアイコンはあ、ないね。新聞記者のともや、アリー、みきやくん、おお、ありがとう。長っぺさん、福ちゃんち、みさきちゃん、長っぺさん、すごいね、たくさん。あ、あるね。毎日7通。これもハロー。メールの絵文字、え、あったんよ。やりづらい。ブログはあげないの？確かに。え、じゃあメールやめとこう。メールはなんかプライベートな感じだもんね。これでいいかな。何してるの？こんな感じ。名刺作りをしています。毎日にみんなにあげたい。これが直筆マップ公式プロフィールとかで、アカウント書き置き？やった！己の責務を全うしますとかも書いてみようか。ピースケさんありがとう。もうすぐだよね。でもさ、明日にまた2個ぐらい、あと2個作りたいんだ。大丈夫？己の責務を全うしますとか書いたらさ、ちょっと選挙ポスターっぽくなっちゃう。ピースケさんありがとう。選挙っぽくなっちゃう、もしかして。
タヤンさんありがとう。名刺シリーズが面白い。マジ？でもまあこれでいいかな。ママに見せてくる。おたやんさん選挙いいじゃん。本当に？じゃあ書くよ。じゃあ書くわ。ママに見せる前に。なんか書道っぽいさペンがあればいいけどなさそう。いや、これがあったらちょっとごちゃつく。オッケー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 。美咲ちゃんありがとう。いいのでは？ママにじゃあ LINE で送ろう。エリーチカちゃんありがとう。プレジデント目指してる。おたやんさんありがとう。確かにみんなが名刺渡し、逆にみんなに、みんなが私に名刺渡してくれたら。みさきちゃんありがとう。みさきじゃないよ、いるもん。さあどうなるの。この絵アバターいいよね。これ私が描いた。全身ちっちゃい写真を右下になんか載せようかな。でもそこになんか浴衣祭りのロゴが入りそうなんだよね。福ちゃんちかわいい、ありがとう。ママどう？めっちゃ見ちゃうやん、ママ。え、私の名刺見ちゃうんかいね。よい？あー、なるほどね。あら？どっか行っちゃった。
星とかね、絵文字の星がいいかな。ちょっとやってみる。あーなるほどね。あーなるほど。ママと試行錯誤中。あ、本当？これでもいい？でもこの絵文字嫌なんよね、私。ちょっと直接的すぎるよね。何がいいかな。こうしてみた。福ちゃんち可愛い、ありがとう。どうかな。確かにお利口さんの名刺入れる箱用意しとこうかな。成田のしんちありがとう。そうママに。きなこもちさん、あ、誰もありがとう。馬年だから馬の絵文字。みさきちゃんありがとう。水色と黄色。ニョッキンミルンさん、ひよこちゃん、成田のしんち、心さん、チャーさん、亀尾真央さん、タコになっちゃった。ユッキーミルさん、ハリーさん、タコありがとう。ひよこちゃん、ママありがとう。いいかしら。あ、ちょっとびっくりされちゃった。大丈夫。これでいいよね。山口の絵文字あれでいいん？船の方がいいかな。山、これチョルルね。チョルルない。チョルルの絵、あ、画像ってこと？絵文字はないね。ね、なんか画像貼ったらチョルルさんに怒られるかもしれない。コンサル代。確かに。ひよこちゃんありがとう。ママがってことで名刺交換したいね。チョルル可愛いよね、あれ好き。無口濃くて、え、すごいやん。え、もうあっという間すぎるんだけど。じゃあこれでいこうかな。
そうチョルルを使う許可まあいまあいいけどでもさこの配信中にちょっとは使い方慣れてきた。ありがとう、みんな教えてくれて。あと2枚名刺作れたので良きです。柴さん、響きちゃん、ありがとう。次はね、モウさん、ミサキちゃん、カズさん、ありがとう。シバさん、ヒビキちゃん、エリイチカちゃん、ミキヤくんもありがとうございます。チュ、あざとくてごめん、生まれてきちゃってごめん、チュ、あざとくてごめん、気になあちゃうよね、ごめん、チュー、あざとくてごめん、にゃんこ、にゃんにゃんこ、にゃんにゃんこ、今お利口さんのアバター作った時のあのあれをちょっと探してんの。あった、何が悪いのシートでしょうか。てかさ、てかさ、ファンクラブができたらさ、私さ、あのなんかさあるじゃん、とみんなしかさ見れないさ映像コンテンツとか、あれに載せたいのいっぱいあるんだから。ここ私ちょっとお気に入りになってきたか。これは天使の羽。ファンクラブができたら、あとはファンミーティングもする。ひよこちゃん、かーくん、ありがとう。ふふ、そうね、脳の休憩。あと2枚も頑張って作る。もし明日もまだ苦戦してたら一緒に作ろう。モーさん、ミキヤくん、ありがとう。これててんてん天使の羽。あ、スペサポ、そうね。でも工藤理子ファンクラブができたらの話。天使の羽。
跳ねてる。小型ペンギンさん、かわいい、ありがとう。バリーさんはありがとう。天使のしっぽ、天使のしっぽっていう歌、跳ねよ。もうこの時間、みんなとにかく名刺送るから渡すね、いつかみんなに渡すから。カズさん、ありがとう。回復薬、あと4分だ。いつかいい当たる、当たって。でてんてんてん、虫の羽。サクリンチ、かわいい、ありがとう。ありがとうね。じゃあみんなありがとう。ほんとじゃん。39分、じゃあ39位から39分延長、やばい。成田のしんち、野良介さん、ケイタさん、ピースケさん、たくまさん、渡辺さん、なべさん、ゴミゴミ、くぼずんさん、コンコン、ぼやっきーさん、キハさん、えりいちかちゃん、はるるんさん、そらなるさん、人生歩行にさん、くにちゃん、おっとっとさん、コルネさん、マイコルさん、カラスさん、みさきちゃん、トトラー、小型ペンギンさん、シーメンさん、サム、サンパチさん、ミキヤくん、ヤマちゃん、高市さん、マサさん、カズさん、サクリンチ、そして本日の秋元先生枠は長っぺ先生です。ありがとうございます。ハリーさん、カツリンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はバリーさんでした。バリーさん、ありがとう。アバター似合ってるよ。第2位は香港さんでした。ハンカンさんもありがとうございます。アバター相変わらず似合ってるよ。そして第1位は福ちゃんちでした。福ちゃんち、ありがとう。アバターとっても似合ってるよ。やばい、鼻がかゆくなってきちゃった。くしゃみが出るところでした。トトラ、ありがとう、ありがとう。アバター本当に可愛い、来てくれて嬉しいです。いっぱい聞いてね。トトラ、ありがとう。もうお疲れも、ありがとう。バリーさん、ありがとう。とお疲れ、ありがとう。台湾からの徳ですありがとう。サクリンチ、ありがとう。みんな今日は見守ってくれてありがとう。みんなのおかげでアイデアバッチリ、アイディアバッチリよ。ちょっとがセンス大あり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 よ。じゃろ、オッケー、もっともっとちょっといいの作れるように頑張る。明日も引き続きよろしくお願いします。早く寝れますよ、頑張ろうね。ハリー、ブラボー、ありがとう。ブラボー、嬉しい。ブラボ、トルティーヤ、やばい、あと2分、まだあと2分あるけさ、ちょっとまだ話しちゃおこう。でももう AAO やすちしよう。じゃあ皆様、本日は私の配信へお集まりいただき誠にありがとうございました。皆様のおかげですごい一つできました。あと2つ頑張ります。マリーさん、光沢の、ありがとう。フローズンベア、かっこよくってみた。うずちさん、ありがとう。ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。みきやくん、あわわ、うずちさん、ハート、ありがとうね。名刺作成ちょっといい経験でした。じゃあ皆様、今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、あー、みんな健やかに、健やかに寝て、おーやすちーだった、おやすち。本当にみんな健やかに寝てね。また明日、明日も配信します。ハヤトさん、ハートありがとう。でもノンアラームで寝ます。ではおやすみなさい。